はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、石油王です。さあ本日なんですが、皆さん UR カードってなんで UR かご存知ですか？そうですよ、強いからなんですよ。今回ね、診断で天杯流っていうテーマ実装されまして、このデッキ UR 死ぬほど多いんですね。この後パイドラ、元禄、チュンドラ、海面、そしてトランセンド、これ全部 UR なんですよ。これみんなさん嘆いている方結構多いかなと思うんですけど、これなんでこんなに UR 多いんだと嘆いている方多いと思うんですけど、あのね、一人だけ喜んでた人がいるんですよね。それがリュウ実況チャンネルって人なんですけど、あのなんでかっていうと UR のみデッキがめっちゃ強化されました。UR のみデッキっていうのもなんか4回くらい動画にしてて、もうすでに 5本目なんですけど、これ5本目にしてついに最強、史上最強の、UR のみデッキできました。これなんでかっていうと、天杯竜がほぼ UR だからです。パイドラ、元禄、チュンドラ、海面、このあたりのカードを、駆使するとめっちゃでけえシンクロができる、かつ、かなりワンキル取れるんですね。はい、なので今日はね、この、元々あった UR のみデッキにこのテンパリをぶち込んだ場合どうなるかっていうことだけは皆さんお見合いしていきたいと思います。で、1個だけちょっと僕ちょっとコナミに言いたいことあって、ここまでやるんだったら全部 UR にしてほしかった。なんでかっていうと、高槻みちる三元層とバイデントが SR なことによって、 UR のみデッキではこことここがない分ちょっと弱い。逆にこれとこれも UR にしてほしかったと思ってます、個人的には。あ、そんなことはない。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。マジでさ、クソ強化、クソほど強化受けててめっちゃびっくりしたんだけどさ、これ気づいたらさ、天杯竜 UR めっちゃ多くてさ、天杯竜めちゃくちゃ多くてさ、なんかしかもさ、一応だけどさ、なんか重シンクロはできんだよな、天杯竜1枚で。めちゃくちゃ強くない？バカほど強化受けててびっくりした、UR のデッキ。サカツキミチル三元層とファドラスを UR にしてくれなかったのだけ許せないけどな。バイデントと、バイデント、バイデントマジ UR だったら絶対ね強かったよ。 UR のみデッキ、 UR のみデッキは三元層 と、ファドラとバイデントを全部今から UR に変えていただきたい、コナミには、というふうに考えています。ちなみにあの X の、 投稿で見たんですが、天杯竜の UR の数は一応、メインデッキの4種類とエクストラデッキの1種類なんですよ。まあ、それに対してヒーローの UR は、メインデッキがなんかほんと10種類ぐらい で、エクストラデッキがなんか10種類ぐらいあるから、もうどうかけてもヒーローの方が高いっていう話をされている、いた方がいて、それはそうだなと思いましたね。はい。だ天杯竜よりも全然ヒーローの方が高いっていう。みたいな結論になってました。はい。さあ、なるほど、これ絶対テンパイルだと思われてんだろうな、俺。テンパイルみたいな、まあ、自分から5でロってるからね、テンパイル、まあ、テンパイルではあるんだけど、一応。とりあえず羽打つか。多分無限保養とかだと思うんだけど、とりあえず羽打って、三元層とあのステカードは除去させてもらって、金敵か。なるほど。OK です。で、サンボル発動で。サンボル発動、テン球を爆破したい。なんかチェアンな、これ。これチェーンがあるな。これ天球のバウンスはちなみにこの状態だとちょっと使えない、まあ、使えなくはないけど、こう自分のモンスターリリースして自分の天球をバウンスするみたいな、よくわかんないことになるから、まあ、これはあんまり意味ないと思うんだけど、サンボローデータに持つことはできないからね。もう発動してるから、もうこのカードは。はいはい、よし、それでこれ、とりあえずこれで相手の妨害は全部消え去った。ハーピのハリボークサンダーボルトっていうイニシエすぎる除去方法で、あまりにもイニシエすぎる除去方法で相手の、全ての妨害は消え去った。元禄の天杯竜の効果を発動します。元禄の天杯竜の効果、さあうらら食らうか、食らわない、 OK。 ですね、まあ、特殊召喚するのは、まあもう、あれあるから、こうチュンドラですかね、何でしたっけ、海面があるんで、これチュンドラ特殊していけますかね。これ一応バトルフェーズ入ったら多分これワンキル取れると思うんですけど、盤面が空であれば。さあ行け、チュンドラ。うお、チュンドラで攻撃、ダメステップ、チュンドラ効果発動。チュンドラの効果によってパイドラを特殊召喚、パイドラの効果を発動。
このカードが特殊召喚に成功した場合、解明を手札に加えることができる。そしてチュンダラでそのままアタック、そしてパイドラでアタック。相手なんか持ってんだよな、まあ、チェーンあるよな。再現解明の効果を発動。再現解明の効果によって、自分のデッキから元禄ガムを使ったからパイドラでいいか。パイドラをと、持ってきて特殊召喚いけパイドラ、まあ、ここファドラ蘇生した人生でした。そしてそのまんまパイドラでぶん殴っていくぜ。うわ、そして、パイドラの効果を発動、シンクロ召喚。このカードはバトルフェイズにシンクロ召喚を行うことができる。相手のライフ3100やな。ちなみにバインデッドドラギオンは SR だから入ってないぜバインデッドドラギオンは SR だから入ってないぜ。いけプリンセットデスバテルバックダウンくらえ、おら魂の一撃、うお最強やっぱ UR のみデッキって最強だわ。やっぱなんかエンスのみデッキとかと違って UR ってさ全部結構パワーカードだからさ普通に戦えるわシンプルに戦えるマジで強い。普通に粛清の祈りでろう、うわマジか、粛清の祈りでろうはちょっと打つしかないですね。無限法要、これ祈りでろうは素材になる効果も、サーチする効果も全部無効になると結構強いので、無限法要持ってたら打った方がいいって言われてますね。はい、祈りでろうさんはちなみに、サウラベスあったら無効にされるんですけどね、これちなみにね、うん。さあこれは粛清ということだけ判明したんですが、粛清結構無効効果いっぱい持ってるから意外ときついんだよな、まあ、一応フェンリルでなんかぶん殴れたらいいなって感じなんですけど、まあ伏せか、まあ伏せってことが無限法要とかなんですかね多分。心変わり、なるほど。クシャトリラ、引くカード引くカード全部強いから草なんだよねこれ、このデッキ。さあクシャトリラフェンリルの特殊召喚、クシャトリラフェンリルの効果を発動。さあクシャトリラモンスター一体お手札に、あ無理でした、すいませんでした。うわこれ除外したかったな。あの祈り帝老はなんか墓地にいると儀式出てくると出てきちゃうんで鬱陶しいんですよね。なんかこれちょっとあの除外できたらよかったんですけど、そうですね、これどうしますかね。これまあとりあえずぶん殴りますか。一応バロネス出すっていう点、選択肢もあるんですよね。これフェンリルが7なんでウララを出してバロネスするっていう方法はあるんですけど、まあ、一応さすがにフェンリルとウララの方が2妨害なんで、まあ、そのまま置いといた方が強いかなっていう判断で、こうしました。今間違ってたらすいません。増殖する G もウララもあるんで、まあ意外とねさばかれなければ手札誘発を、墓穴とかちょっとあったらめんどくさいですけど。エンドフェイズ、なるほど。エンドフェイズ、なるほど。エンドフェイズ、なるほど。まあ、ちょっと一回クシャトリラフェンリルの効果発動したいんだけど、なんか、わいや、まあいいか。まあ、フェンリル、殺されるのは、まあ、相手のターンじゃなきゃない分だけいいわ。自分のターン、だからええわ。OK。なるほどね。召喚だねこれ召喚効果だね。元禄のテンパイ流の効果、元禄のテンパイ流の効果によってデッキからチュンドラでいいか、チュンドラ特殊召喚で、これさこれサンボルでさショってさぶん殴ってさ、これでやったらさ56でしょ、勝てんじゃねこれ。サンダーボルト、うおサンダーボルト、うおババーン、いけいけチュンドラ、いけチュンドラ、うお効果発動。なにこれ、あーうわーガンマ2回食らってるのやばいだろ。おふざけんなよマジか。勝ったの、おったわ今。パイドラの方がよかったか、特殊召喚すんの。パイドラで解明の方がよかったか。やべ最悪、モンスターがあった、最悪だ、モンスターが勝っちゃった、まずいいやガンマ2回飛んで、確かに墓地送ったもんな、俺墓地送ったもんな。ちょっとマジできつい、助けて一旦に2回ガンマ撃つ、あガンマ食らうバカがいたんですよ。なーにやっちまったの、ローガーディアン、マジか、ちょっとマジでやばい、これ負けそう。サンダーボルト、はい、ちょっと待って、なんか初動来てくれ、初動来たところで、でもローガーディアンが重すぎるんだこれ。
やばいぞ、これローガーディアン、これローが出てきて、で粛清なる守護者ローガーディアンも出てくるから、これマジでやばいな、これガチでやばいこと来た、助けて。さあローガーディアンが出てきちゃうと、ローが出てきちゃって、でローの効果とローガーディアンのサーチが入るんで、マジでやばいですこれ、普通にやばいですこれいやマジでやばいです真面目にやばいです。はいはい、粛清なる結界が置かれていく、なるほど。で粛清なる結界の効果を発動してサーチが入ると、いや負けかこれ、これ、ま、ワンチャン負けたな、普通にあの状態からこれ負けんのマジやばいな。粛清なる祝福、はい、粛清なる祝福の効果によってさらに自分のターンになんかモンスターが出てきたら儀式もできますよ的な効果が、発動される。はい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 、でサウラビス、あ、じゃあサフィラの効果によってさらにサーチが入る。いやーきちい、マジでこれマジできちい、これマジきちい。サンダーボルト一応効くんだけど、そうすると祈りの効果でもう一回ローガーディアン出てきて、ローが出てきてなんか意味なくなるんだよね。だから全体的にはあんま効かなくてさ、粛清なる祈りがある状態だと墓地に、これマジめんどくさいんだよね。戦闘で破壊するしかないんだけどさ、4100を戦闘で破壊するってなんだよってなるじゃん。たまじで4100いた、4100、あでもライフちょっと減ったね、これワンチャンあるな。ちょっと必殺技出すか、 UR のミデッキの。ちょっとどこで無効にされるか問題ではあるんだけど、しかも対象取れねえからさ、心変わり腐ってんだよな。ちょっとこれだけマジ通してほしいんだよね。これ通してくんないと世界が結構終わるわ。これは通すでしょ、でもこれは通さないだよね。これ通すでしょ、これ通ると熱いんだよね。そうなってくるとうらら召喚すればいいから、うらら召喚してこれなんだっけ、祝福か、祝福、あこれ祝福のチェーンか、あ出さない、なるほど。これうらら召喚するでしょ、でサイコエンドパニッシメントいくじゃないですかこれこうするじゃないですか、こうするとこれこいつモンス発動したモンスターの方が受けないんで、これワンチャンありますよね、おいワンチャンありますよね、バトルフェーズですよね、バトルって言ったら、サイコエンドパニッシャーがうわーっつって打点がプルルってなって、でそれが効果受けません、これこれ効果受けないんで、これ無効になりません、プルル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 心変わり打った方がいいよな。心変わり打って、自分のヒットモンスター、要するに心変わり打てればいいのか。で、これサウラビス使うかどうか。サウラビス使うんだったら使ってくれ。サウラビス使うんだったら使ってください、ゲーミング。ただな、祝福とな、なんか、結界が張られてると、リソースが一生回復されるんだよね、これ。結局なんか、羽毛器の方が強い、今現状は。サンダーボルトよりも。あ、でも一応これ、いけたか。パクれたんなら話早いな。パクれたんだったら粛清なる祈りで、祝福を除外できるが、来たかこれ、なんか謎に効果全部通ってるぞ相手、なんか全部閲覧してくれてるからいけるぞ。え、これさ、どっちかっていうとさ、この祝福の方がやばいよね、墓地から回収してくるみたいな効果でね。これ祝福だ、祝福でこれさらにこうして、でああ、でもセットしかいけないから、モンスターいないから。セットしかできない。モンスターがいないから、セットしかできない。あ、そこ、先打つべきだった、これ。先打つべきでした。すいませんでした。いや、これ絶対先打つべきだ。ミスった。最悪。これ先打って、ハレボーキで除去した方がよかったね。いや、これミスったか、これ。これミスったくせえ。これ結界でワンチャンあるぞ、俺、相手。やばい。ちょ、ミスった。じゃいつもやっちゃうんだよ。なんか3戦の後、最後に打つ癖、ちょっとやめたいわ。あー、いいよ。いやでもこれサウラビスあんだよな、これサウラビスあんだよな、相手サウラビスある。うわ、サウラビスある、言っても意味ねえか。いやまあでもなんかこれうわうぜえ、これいちいち交換されんのか。まあしょうがないか、打ったところでサウラビスで無効にされるだけなんだよな。ちょ待ってくれ、これマジでやばいぞ。でも5250のさ効果を受けないやつ突破できなくなるの、デッキ多分サロスイレスクルヌキアスとか入ってないでしょ、多分無理じゃない、このなんか
サイコエンドパニッシャーくん抜けられたもんだよね。いや耐久してくんなマジで、鬱陶しいわ鬱陶しいわ鬱陶しいわマジで。ちょ一旦ぶん殴り以外ありえないんでバトルフェーズいきましょうか。でバトルフェーズ入ってバトルって言ってサイコエンドパニッシャーの打点がプルーってなってプルーってなってキュイーン。さあライフの差分だけ俺の打点は上がる。キュイーン6850。よし、もうだいぶきついサイコエンドパニッシャー相手に抜くの。ちなみにサイコエンドパニッシャー君は発動して効果受けないっていう効果なんですけど、一応あの永続効果とか全部受けるんですけど、永続効果ってあんま入ってないと思うんですよね。で村雲のオロチの、を特殊召喚して、あ G はまあいいですわ、 OK です。 G はもう G とかもう結構どうでもいいですわもう。はい、でサイコエンドパニッシングこうするでしょ。でローをぶん殴る。はい、 OK でメイン2入る。移行があるとマジでやばいので移行をどうにかしたい。ゴキブリ召喚っすねゴキ召喚っすね。でゴキ召喚してゴキを、コストにし、粛清の移行をゲームから除外頼むこれでもう無限に回収時刻やめてくれ、無限回収時刻ほんでやめてくれ。この粛清なる移行と粛清なる祝福があるとなんか一生墓地からリソースを回復されて結構やばいこと起きるから。ていうかさ、これ待って、これ村君はぶん殴られて負ける、大丈夫だ4-1だから。いや大丈夫だ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 大丈夫、まだ大丈夫まだ大丈夫。いやしつこいな相手マジで、しつこいわマジでしつこい。ちょなんか一生なんか最高のパニッシャー抜けねくせによてめえ、くっそバトルやばい知る。バトルフェーズ効果最高のパンチの効果で9000-10000ぐらいになるか、多分これ打点9450きた、いって、いやでももう最高のパンチの効果使えねえマジ。うえ面白くなってきたじゃねえかよ、面白くなってきたな。何ダイナモンドか、なるほどダイナモンド、あーそういうことか、リクルートしてあの守備表紙に変えるってことか、モンスターをやるじゃねえか、なるほどな、セットなるほどなるほどうぜえうざすぎる。あ金敵来た、あ金敵、あこれ金敵はあるか、金敵はあるか、これ待てよ、村雲特殊、金敵村雲特殊金敵、これ通ったらワンチャンあるな、これ相手が閲覧するタイプのデュエリストだからこれワンチャン閲覧してくる可能性ある。金敵のコストにできさえしてしまえばこれ特殊するっしょ。でここを、金的打つでしょ。でこれでこいつの効果無効にしたいですよ、無限包容。あーそうか、これで遅延できるのか、うざ、あうざい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 うぜうぜマジでうぜなんだこの激闘、もう諦めろよマジで、くっそめんどくせえこれ、一生ローガーディアン耐久してくんだけど、なんなんクソめんどくせえぜあいつマジで。かあ海面来た、海面来たぞ、海面海面来た、海面あっちバトルフェーズ、バトルフェーズ入る。サイコエンドパニッシャーの効果を発動してバトルフェーズに打点がめっちゃ上がる、めちゃくちゃ上がって、はい OK でこうしてでバゴーンって打って、でさらに村雲のオロチの効果を発動し、村雲の効果で、モンスターを特殊召喚し、そして、村雲の、攻撃でこいつをぶっ壊し、そしてうお三元海面発動なになんだこれ、あやばいやばいか、待って2450が縦に残ってしまった、まずい、うわ最悪、待ってくれ、うららは聞いてないよ、助けて、やばいやばい助けてくれこれ次儀式されてぶん殴られて死ぬ、待ってくれ、やばいか、待って、待って、やばい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 、頼むやめてくれやめてくれやめてくれ、あぶねあぶねあぶね、もう相手リソース切れてた、デッキの中のマジ危ねえ、危なすぎるもうガンマとかないよね、これ飛んでこないよね、行こう、サイコインドパニッシャーの効果を発動、うお、伊達アップくたばれー
諦めの悪い男が、いいデュエルだったぜ。でも対戦あれでよっしゃ、あー強そう、マジ強そう。オーラシライスト海面で勝ちじゃねあ出た、極石だ。オーラシライスト刺さるぞ。オーラスライスト、ライストきた。これ神戦でも貫通できる、これ神戦貫通できる。アクショトリラフェンリーに置きました。あーユニコーンでした、すいません。シモッチによる副作用やばい、あそれやばい、それはやばい、それはやばい、さすがに。ちょっと待って、シモッチ、オーラシュータして、オーラシュータして、あやばい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 ちょっと待って、それはやばい、それはやばい、シンクロモンスターやばい。これ完全に俺がテンパイ流、何このエクストラ、なんだこいつ、なんだこいつのエクストラ、なんだこいつ、なめすぎだろこのエクストラ。シモッチによる副作用の効果によってめちゃくちゃな、あー三味一択、三味一択の効果によって3000ライフポイント回復、うわやばすぎる、やばい、いって、あー大嵐撃たせて、大嵐が俺のライスト